小さい、城小さ、え、多いな、そして敵、え、ちょっと待って、敵3620、こっち3500か、まあ、同数なら守りきれるな。城門はここ1個ね、ここ1個なら余裕でしょう。あ、こっちにもあるのか、まあ、正面に、あ、正面に置いちゃった。ちょっと待って、キャンセルキャンセルキャンセルはキャンセル効かねえのかよ。殿を最前線に送り込んでしまった。清綱、直綱、こいつらが最前線だろ、むしろ。磯野。慶順なぁ。どうしようかな、お前。大丈夫か、ほんと。宮部慶順とか置いといて。あ、ゴリゴリ進んでくるやんけ、こいつ。久政引いといて。清綱でここを固めるか。で、直綱でここ入ってもらって。こんなところか。で、ちょっと兵、武装を変えるか。あ、弓、あ、みんな弓になってんだね、今。足軽長槍弓。みんな弓か、ちゃんと。宮部も弓か。弓だな。自動で弓か。弓打てるんだったら、ちょっと、高いとこ行くか。まあ、こんなところかな。どう来る、どう来る、普通に来るね。清綱で、もう破壊できんのかよ、内側から。やめてくれよ。岩崎片家。弓撃っていくか。いや、まさかこんな形で初戦闘になるとはな。宮部もちゃんと、側も片家で狙っていくか。宮部もちゃんと仕事しろよ。久政で矢倉にこもって、あれ、撃てないのか、移動しちゃうと。移動しちゃうと撃てないんだ。武装は弓だもんね。そして矢倉に寄ってもらうか。こいつらどこ目指してんだろう。やっぱこう回り込んでくるんだろうな。こっち詰めとくか。磯野もこっち行って、こっから弓は撃てるんじゃない？どうだ、耐久力。あー、弱いな。さすがに。気をつね、俺に歯向かう勇気があるかな。おっと、腰が抜けて動けぬようじゃな。あ、お前口汚く罵るよって。高ある無駄じゃ。おととい出直してまいれ。あ、よかった、やった。挑発乗っちゃったのかと思った。挑発には乗らなかったな。あぶね。山崎堅い打ってこう。おいし、いいね、いいね。あ、1マスじゃないと打てないのか。ここなんか守りにきいな、おい。この城守りにきいな。この門1マスでしか守れねえぞ。騙さで片家狙っていくか。お主の陣にズタズタに切り裂いてくれる。覚悟いたせ。お、クリティカル。黄色いもやが出たな、今。あ、クリティカルでもそんなもんかよ。全然効かねえな。よし、いいぞいいぞ。だいぶ減らしてる。宮部もちょっとこっち行っとくか。よし、あっちのもんやべえな。32。あれ、キヨちゃん一人でいけるでしょ。弱い犬ほどよく吠えると申すからの。皆者気にするな、気にするな。めっちゃ挑発してくんじゃん、あいつ。それ片ひでを潰しちまおう。あ、全然減らねえ。硬えな、意外に。硬え。俺らが弱いのか。弓矢がそんな強くねえんだろうな、多分。弓矢得意なやついねえもんな、うちにな。後藤、片豊。お、クリティカルめっちゃ出るやん。貴様さ、ハッスルしてるね。家督譲らなくてよかった。妻で家督譲りたいとか言って。頑張るやん、親父。よし。112。あ、こっちはまだ硬いな。あー、破れた。今日の我が軍の兵は血に飢えておる。そのあたらも不運よの。ん？片豊が何か言っておるようだが、全くもって聞こえんな。あ、秀光いる。怖っ。あ、恐れより足りんな。秀光ちょっと怖えぞ。気にかかってきたか。うわ、どうしようかな。でも普通にやっぱ弓で削っていった方がいいよな、絶対。一部隊でも壊滅させりゃだいぶ楽になるだろう。よし、久政で片豊かな。
磯野もこっちか。あっちが怖いけど、キヨちゃん一人で大丈夫かな。キヨちゃん気になるな。詰めといてやるか。ちょっとで気を綱で攻撃、弓だと反撃を受けないってことかな。通常でいくか。おっ、強え。いや、一気にめっちゃ溶かしたな。160人ぐらい溶かしたぞ今。やるよ。あ、なんか作ってるあいつ、さすが秀光。片手が下がったのか。吉原狙っていこうかな。いや、一部隊ずつやっぱ潰していった方がいいか。潰していこう、冷静に。でもあいつは使い物にならないから、こっちに戻して、そうだな。で、ケイジュンも撃つ。ケイジュンも働いてるよ、ちゃんと。すまんな、信用してなくて。ヨシハルにしか届かんか。意外に弓は短いんだな。磯野も、まあ、あっちの城も大丈夫だろう、開けといて。どうせこっちからじゃ届かないか、攻撃は。じゃあ、まあ、ここで待っとくか。よし、どうだ。お、まだいけるね。柵が完成しました。柵めっちゃ作るやんけ、こいつ。柵なん、防御アップとかかな。多分暇だから作ってんだろうけど、おそらくは。よし、いいぞ、いいぞ。ラオツネも撃つ。もう順々減らしてる。できれば潰してやりてえな。弓じゃさすがにそんな減らないね。さっき殴ったらめっちゃ減ったもんな。磯野は一応ここ詰めとくか。お、殴れるね。殴れ殴れ。強っ強え。お、あー、やべ、混乱した。あー、遠藤直すね。知略低いから。これ返り討ちだろ。よしよしよし、この辺は大丈夫だな。混乱するともう何にも操作できないってわけね。殴れ殴れ。お、いいぞ、倒せる。これ手柄が、あー、宮部に、ケイジュンに手柄が取られちまう。くっそー、なんかやだ。倒せよ。おい、倒せよ、お前。あー、くっそ、もったいねえ。打ち取れたかもしれねえのに、片豊。直常がな、混乱しなければな。ほら。通常攻撃で。お、いいね。あ、混乱引いた。よしよしよし。これは守れたな。かなり被害は少ないね。じゃあもう六角義治をガンガンに打っていくか。義治狙いでいくか。あー、どうしようかな。やっぱ秀光か。城門についてるやつ狙った方がいいね、絶対ね。城門が壊されたら危ないから。めっちゃ減ったぞ。ええやん。ちょ、磯野打って出るか。撃って出ろ、殺せあいつを。おーし、いいぞ。殺しに行けやつを。お主らの殿様は兵の命なんなんて思っておらん。聞こえんな。いけちゃうぞ、いけちゃうぞ。いや、秀光とかひっ捕らえて仲間にしてえけどな。でけえような秀光仲間にしたらな。よし、撃ちまくれ撃ちまくれ。サマサも撃つ。これ数正で、これあ、もろともかかれ。高原の軍は完膚なきまでに叩き潰してしまえ。決め台詞。あ、捕まえた。よーし、よくやった。これ勲功第一でしょ。捕まえおったぞ。秀光もいけるかな。お、混乱した。おい、城門開いて撃ってるよ。でもそういうのないの。そういうのないのか。撃って出たらこれ捕まえれるんじゃない。あ、いけるいける。気をつない、いけるぞ。ははは、秀光殿よ。お主の家に弓矢を持ってご挨拶つかまつろう。かっけえ。捕まえろ、捕まえろ。あ、振り切ったか。ヨシハルももう、ヨシハルヒットられたら。ていうかこれさ、これでも反撃に撃って出たら俺、観音寺落とせんじゃない。
よくぞ攻めてきてくれたって感じだな。こいつどうやって逃げるかな。撃って出てヒットライタイぐらいあるけどな。とりあえず弓撃って転がした。これはでかいぞ。マジで撃って出ようかな。情報もこっちから壊して混乱してるから弓矢でも結構効くな。クリティカル、キヨちゃんの。おはめっちゃいった。ちょ、降りていくか降りていくか。こっちからこっちから出迎えに行ってやるか。もうカズマサなんかもう外からもう回り込んで殺しに行こう。よしよしよし、いけるいける。軽順で削り、結構削れてるぞちゃんと。あ、いいねいいねいいね。おキヨちゃんか、それとも磯野かな。どっちの訓行かこれは。おっ、4人残った。磯野決めるかお前が。吉原の軍団の何ほどのものか。今日磯野めっちゃかっこいいぞ。この戦で死んだ多くの兵の胸を晴らすためにも、この次は必ず倒すぞ。引け、捕まえろ。あー、振り切ったか。捕まえてたらな磯野。惜しかったな。おお、なんだこれ。ツイッターのなんかアイコンみたいなやつ出てきたな。沢之丞守り切りました。捕まえたな後藤高春。割とイマイチだったんだなお前のステータスな。でも23若いな。浅井家ごときの捕虜になろうとはこの高春一生の不覚。一応登用してやるか。どうだ、ここで俺だけ生き残っては討ち死にした者に顔向けできぬ。後藤高春、六角家臣、忠豊の次男、観音寺騒動で父が死亡した後家督を継ぐ。新道家と並ぶ両富士として吉原の重臣となるが、織田信長の上洛に降伏した。仲間にならんかね。何をほざく貴様さめ、貴様ごときに使えとないわ。采配28だからな。解放や、切ってもいいんだけどな。ちょっと長政、何密談してんの。さすがにねえ仲間さん、それはないよな。裏切りとかないよな。兵数5102、全然減ってないな。向こうは2550。攻め時や長政。長政移動だ、移動。やっぱ長政に勲功をあげたいじゃん。初陣は長政で行きたいやん。葵も連れてっか。葵、いや弱いな葵な。葵は置いとくか。長政、海宝。海宝も連れてっか。葵はちょっとこの間開発でもしといてくれ。よし。今浜も開発だな。今浜何もできないんだった。待って俺。沢山もここで待機だな。あ、一番決戦超えた。やったー。父上、当家の糧食の蓄えも随分と豊かになりましたな。蔵には米が溢れ返っておりますぞ。お、宮部、すまねえな。俺、お前が裏切ると思ってたけど、よく働いたな。これもそなたら家臣が励んでくれたおかげだ。もったいなきお言葉でございます。一人に父上の前世の賜物でございます。まあ、農家には優しくしたからな。まずは兵糧を十分に蓄えることを我らは目標としました。まこと賢明な、ちょっと待って、磯野とか出してくれや。なんで宮部出すんだよ。こうして領民も上も恐れることなく暮らせるようになったんですから。うむ、何はともあれしばらくは兵糧の心配はない。外へ打って出るもよし、さらに国づくりに励むのもよしだな。打って出るぞ次で。我ら家臣も浅井家のためますます励む所存でございます。者どもこれからも頼むぞ。あ、で年表が出るのか。久政誕生元服、史実年表ね。まあ実際大したことは起きてないな。六角形に同盟を破棄される。なるほど。あ、次選べってことね。まあ今ので第一目標クリアだから。おいおいおい、いいのがあるじゃねえか。いいのが、自制力にあだなす六角形を滅亡させる。これだろ。63年9月、あと1年後次のターンで滅亡させてやるよ。浅井家の当主浅井久政はいいね、こういう決起集会みたいなのを開いてくれるの。皆の者言うまでもないが、わしの宿願は天下を統一することだ。大いきく出たな久政、お前らしからぬ。しかしその前に何としてもなさねばならぬことがある。それが何かわかるか。宿敵たる六角形を打倒することでございますな。よくわかってるな。
六角形こそは我らにとってまさに目の上のコブ。確かに我らと六角形との関係は険悪そのもの。早々に滅ぼすのがよろしいでしょう。わしは必ずや六角形との争いに決着をつけようと思っておる。皆の力を貸してくれ。極悪非道だからな、あいつ同盟破棄してきやがってな。こうして浅井家は1563年9月までに六角形を滅亡させることを目標に定めた。これはいけちゃうでしょう。よし、来たか。ちょっとセーブしとこうかな。あ、なんだかんだで、ね、結構長い時間やっちゃった。よし、じゃあ今日はこの辺にしとくか。コメント反映できないからな、これ以上やると。ついついズンズンやってしまうね。さて、こっから別日に撮ってますんで、またねコメントの反映とかしていければいいなと思ってますけど、まあ早速ですけど、観音寺城ぶっ潰しに出陣しましょうか。言うて何気に3400人残ってるでしょ。こっち5000人ちょいなんだよな。意外に観音寺城がめっちゃ城がでかいから普通に苦戦するんじゃないか実は。あれ、これしくじったか。意気揚々と六角形を潰すみたいな目標を立ててたけど、いけるかな。まあ行こう。ここでうだうだしててもね、先に進めねえから。六角形はどっちにしろ潰さなきゃいけないんだよ。まあ今回長政もいるしな。久政、海宝、ひよちゃん、長政ね。やっぱ家督譲っとくべきだったかな。これ久政がお荷物なんだよな、絶対。戦闘25、采配40、足軽 D でしょ。長政に家督譲ってれば長政が1000人引き入れるんだけど、今回一武将で参加だから、多分600人ぐらいしか引き入られないんだよな、長政が。長政が肝なんだけど。直常、磯野。あ、全員いけるもしかして。慶順、あ、全員いけるのかこれ。何人でもいけちゃうわけもしかして。慶順いる？あ、いるじゃん。あ、何人でもいけるのか。あー、じゃあ全員持ってくればよかったね。お城なんか捨てて。まあまあ、これ5000人いれば、まあなんとか、ちょっと上回るぐらいの兵数でいけるか。ならなんとかなるでしょう。まあ、足軽、全員足軽で行くしかないな。鉄砲も牙もないし。いや、不安だな。慶順もな、前回なんか裏切らずに済んだけど、KJ ね。宮部 KJ。まあでも今回六角形に攻め込むっつって、六角形ももう傾いてきてるわけだから、さすがに勢いがあるのこっちだろ。そんな傾いてる六角形に急に裏切らないだろ、慶順な。行くか。実行。で、観音寺城攻め込むわ。攻撃。いや、いけるかな、不安だわ、普通に。行くしかねえ。生還します。なんか、慶順がすごい裏切りそうだったけど、なんか、ずっと仕事を与えてれば、裏切ったりできない、あ、滅亡した。裏切ったりできないらしいね。ブラック企業でもあるあるだけど、とりあえず他の企業の面接受けれないようにめっちゃ仕事を与えるみたいな。めちゃくちゃ忙しくさせて、他の企業の面接を受けれないようにして、事実上出奔できなくするみたいなね。まあ、理にかなったシステムですね。烈風伝。次のターンで攻め込むのかな？じゃあ、厚地もなんかやらせたいんだけど、厚地今何もできることはないんだよ。こいつも裏切りそうだから仕事させたいんだけどな。ちょっとその辺はおいおい変えていくか。よし、行くぞ。あ、来た。浅井久松率いる軍団が六角形の観音寺城に攻撃を仕掛けました。攻勢を決めてください。え、何これ。出陣。え、まあ、全員出陣だよな。軍師。軍師か。え、中世。なんで慶順を一番上に出すんだよ。中世で一番低いやつを出さないでくれ。政治が高い方がいいってこと？そんなことないよな。人形。まだやっぱ長政じゃない？息子の一番優れてるのは。軍師長政で行くか。副将とかは選べないかな。兵糧。もうちょい規模が大きい戦いになると、この副将を選んだりできるってことだろうな。行くぜ。よしある。その首、この浅井久政が頂戴つかまつる。覚悟は言うか。このわしに勝負を挑むとはいい度胸だ。その鼻っ柱へし折ってくれる。どうなんだ？うわ、でけえな、さすがに。やっぱ沢山とは暗いものにならんな。でかい。あ、でかいわ。縄文は ?1、2か。ここメインで別動隊をこっちに送るぐらいの感じかな。まあ、久政ちょっと弱いから、久政がね、総大将やられちゃうと終わりだから、久政は控えめにしておいて。
長政メインでしょう今回。解放キヨちゃん、この辺がメインだよな。磯野も前回活躍したしな。磯野直常、慶順も従順になってくれるといいんだけどな。ゴリゴリいくぞ。さすがやっぱメインの門を固めてくるよね。敵としては敵5000人いる。え、なんで増えた。浅井家5000、六角家5029って、えは、あ、なんかいる。前田健、水尾重友、え、なにこれ。いえ、ちょ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 、は、足利家、あ、援軍かこいつら。前田健援軍だよな。まさか一緒に攻めに来たってわけじゃないよな。あ、六角家と同盟関係だったのかこいつら。うわー、やべえ、攻めようって時に兵数凌駕されてんじゃん。これまずいかも。ちゃっかり秀光とかいるし。これ大丈夫かな。もう撤退しよっかな。兵数で上回ってる前提なのにな、この城攻め。あ、やべえ、ちょっと怖えぞこれ。どうしよう、大丈夫かよ。ちょっと行けるとこまで行ってみっか。手ぶらじゃ帰れねえ、こんな遺産で出てきたもん。ひとまずあんま前に出すと怖いな。武装の刑事ちょっと弓に乾燥しとくか。武装を弓で、お前そのための命運は尽きておる。あっ、士気が下がってる。この外側の連中、あいつら厄介だな。足利家、まあ、3部隊いるし全員多分弓撃ってくるから、これ人柱だぞ。どっちが行くか、解放か清綱行くか。このターンは殴れないかも。もう殴れないか。もう殴れるのこの一部隊だけだな多分な。あ、殴れないのか。うわー厳しいな。あんま前に出すぎない程度に。なんか誰かがおとりになる。ひさまさがこの弓の範囲内に入ればおとりになるから、ひさまさおとりにするか。ちょっくら絶対総大将狙ってくるだろあいつら。その隙に近寄っていってみたいな。まあ、敵のターゲットがブレるってことはないだろうからな。どう打ってくる。あー目の前に打ってくるか。あ、ひさまさ打ってきた。よし、減りすぎじゃねえか。弓矢ごときで急に140人ぐらい減ったじゃねえかよ。減りすぎじゃねえ。これで門かいな。門ぶっ壊して177。これやっぱ硬えのか。あ、横から何もできねえじゃん。あ、どうしよう。計略使うか。工作柵土手計略だな。混乱させ混乱。そうなったらもう踏むよろ。ん？聞こえんな。やっぱ成功率めっちゃ低いんじゃないかな。うわ、どうしたもんかな、これ。とりあえず、向こうの門目指すか。南側の門も目指してみるか。これ、まごまごしててもしょうがないしな。行けるとこまで行ってみっか。門に貼り付けるのが一人だけっていうのかな。厳しいな。ほぼもう、槍玉に上げられるじゃん一人。ひさまさがいい音になってるよ。でも減りすぎだね。うん、4000とか減りすぎだね。キヨツさんが無傷なのかよ。 あんま減らねえな、くっそ。え、なんかできねえのか。計略放火、隣接松に火を放つ。火を放て、炭になってもらうぞ。核を射たす。あ、火ついた。はっ、ほうけてる場合ではない。早くなんとかする。火ついたよ。燃やせ。いいぞ。別動隊南行くか。あいつらを格好ケアできたらいいからな。足利家の連中も。磯野も行くか。訓校第一磯野。慶順、これで見とくか。慶順。久政ちょっと下がった方がいいな。減りすぎだな。直常もこっち。慶順もこの辺で見とくか。どうだ、これもう実質2人で頑張ってんだな今。ああ混乱してる。久々、おいつ火の中から弓を取っている。
や、ちょっと減りすぎ、久々。ここ届くんだ。あ、混乱してる。あ、バカ。バカ。あ、やばいこれ。ちょ、早く、もう破れ。なんか、あ、燃え広がってんじゃん、解放のとこまで。ちょ、やばい、早く壊せ、もう。門には炎のダメージないのか。解放。大丈夫か。南門の方が手薄だもんな。一応手薄な方にも、ちょっと、ちょっかい出しに行っとくか。まあ、この門がすぐ開きそうだから、つっても突入できる部隊限られてるもの、次またここで詰まっちゃうもんね。やっぱ何人かはこっちに行こう。磯野もこっちだ。ちょっとあと久政しかいないから、不安。久政がやられて終わりそう、普通に。うわあ、ここも届く。そこ移動できてない。いやあ、久政が移動できてない。混乱してるから、こいつ。混乱だ、俺。あはあ、燃え広がってる。燃え広がってるな。ここはまずいな。横からだったら殴れるか。殴れ。火のダメージどんぐらいあるんだろうな。よし、殴れ。今実質2人で城攻めしてるようなもんじゃねえか。今刑事を盾に久政を守れ。長政で門壊しに行くか。なおずのこれ横に張り付くのあんま意味ないんだよな。なんか工作壁越え、壁越えていこうぜ。この程度の城壁にいつまでとこつっておれん。壁越えもきついやろな、多分成功率低そうだもんね。あ、クリティカル。あ、外に出てきたのか。お、撃って出てきた。首相な心がけ。火の中に撃って出てたか、あいつ。あ、久政、よーし。よくやったよくやった。んー、とりあえずこの撃って出てきたガモーちゃんをぶっ叩きたいな。一斉っていうのがあって、隣接してるやつは全員で殴れるっていう。あ、隣接してる刀部隊じゃないとダメか。うん、ここは範囲内だけど怖いけど攻撃しとくか。あ、隣接するの怖いな。でも待てよ、あ、隣接するの怖いな。久政ちょっと一回引いとくか。一旦引くか。で、刑順は弓。反撃を受けない。よーし、いいぞ。あ、こいつは殺せるな。ガモちゃん。長政食らってるの痛えな。とりあえず門を叩いといて一発。210、勝て！門が勝て。うわ、どうしようかな。計略。処罰や。すげえと思うよ。おっと、腰が抜けて動けねえよじゃな。いやー、直すね。壁越えや。いやー、きついな、城壁。城が強すぎる。あー、キヨちゃん混乱した。普通敵多くね。これまずいな。あ、直ったね、混乱。じゃあ、そうだな、解放頑張ったし、解放で殴って勲功をあげたいな。解放で殴る。これ通常で殴って倒せるでしょ。片秀の軍団の何ほどのものか。皆のまま抱え。捕まえろ。おー、捕まえた。よし。で、刑事の弓を撃つ。で、気をつないで殴る。ここの城門はいけそうだな。長政でまた殴る。182。え、何気に7つでも兵数減ってんな。100ぐらい減ってる。これ門越え、壁越え結構ダメージあるんじゃないのか。あ、いけた！いけたぜ！これはでかいな、これいけたの。裏をかける。